各年代ごとに登場したゲーム機を紹介していくこの企画。1972年、オデッセイ登場によって開拓された家庭用ゲーム機市場。そのほとんどが電子分野のノウハウを持つ家電メーカーが先導する形で様々なゲーム機を送り込んでいったが、徐々に玩具メーカーも参入していくことになる。今回は1976年に登場したゲーム機を紹介していこう。1976年、最大のトピックスといえば、フェアチャイルドセミコンダクターが発売したチャンネル F である。業界としては、世界初のカートリッジ交換式家庭用テレビゲーム機である。実際のところ、カートリッジを交換して別なゲームを遊ぶという概念は、世界初の家庭用テレビゲーム機、マグナボックスオデッセイから採用されている。しかし、オデッセイはカートリッジを挿すことで内蔵のゲームを呼び出しているだけに過ぎなかった。チャンネル F はカートリッジ内にゲームのプログラムが入っており、それを読み込んで全く違うゲームができるという、現在のテレビゲームの概念を最初に取り入れたゲーム機となった。さらに、本体に CPU を搭載した、いわばマイコン内蔵ゲーム機としても最初期のゲーム機となる。現在のゲーム機の形を作った最初のモデルとして歴史に残るべきハードであったが、翌年にゲームの歴史を変えてしまう怪物が登場してくることで、歴史を変えたゲーム機としてはインパクトが薄いものになってしまった。チャンネル F は丸紅によって日本にも輸入。未だゲームマニアの間で語り草となっている12万8000円という超高額商品となり、ホテルやレジャー施設で有料で遊ばせる業務用途で販売してみるものの、価格が高すぎてさっぱり普及しないという散々な目に遭っている。本国アメリカでは25万台を売り上げ大ヒットモデルとなった。1975年に発売され、その日のうちに在庫が全てなくなったという伝説を作り出したアタリのホームポンのアップグレードバージョン、アタリスーパーポンがこの年発売。アルゴリズムの変更やゲームモードの追加などブラッシュアップされており、前作ポン同様大ヒットとなったが、それでも初代の売り上げにはかなわず、マイナーと呼ぶにはあまりにも売れすぎているにもかかわらず、マイナー機扱いされることもある立ち位置がいまいち分かりづらいゲーム機となった。地味に1976年、アメリカで最も売れたゲーム機となる。1976年、あたりスーパーポンと並び、凄まじい勢いで勢力を伸ばしていくことになるのが、アメリカの玩具メーカーコレコ社のテルスターである。中身はよくあるポンクローンであるが、なんといってもアメリカの老舗玩具メーカーが出してきたことが最大のセールスポイントとなった。テルスターは大ヒットとなり、後にシリーズ化されて、そのどれもがヒットを飛ばすことになる。そしてこのテルスターシリーズで培ったノウハウをもとに、歴史を買い損ねた悲運の名機コレコビジョン誕生へとつながっていく。後々まで語り継がれる名機たちが登場するさなか、去年あたりから下手な鉄砲数打ち当たる的な戦略で怒涛のバリエーション展開を見せるフィリップスマグナボックスのオデッセイシリーズはこの年も元気に発売。
オデッセイ300、オデッセイ400、オデッセイ500。前年のオデッセイ100と200同様、すべて筐体使い回す。単なるカラーバリエーションなんじゃないのかと疑いたくなるほど全く同じ形である。内部のプログラムも小手先の改良が加えられたアルゴリズムの違いぐらいしかなく、任天堂あたりが発売するならおそらく一致で済んだであろうその程度のバリエーション展開であった。フィリップスマグナボックスは懲りずに翌年にも全く同じ筐体の2000を発売。近年稀に見るゲーム機バブルの到来により単なるマイナー機として歴史の波に消え去ることになる。ポンシリーズのヒットによりイケイケ状態だったアタリ社はゲームマニアでもこんなゲーム機あったっけと首をかしげるマイナー機 SC450 スタントサイクルというゲーム機を発売。ハンドル型のコントローラーを持った独特のスタイルでジャンプ台をただジャンプするだけというポンに通じる恐ろしくシンプルなゲーム内容が全く受けず、あたりのマイナー機としてゲームマニアの笑いのネタにされることになる。1976年は翌年訪れるゲーム機バブルの前の静けさといった感じで割とおとなしいものとなった。そして1977年、ゲームの歴史を変えることになる伝説的なゲーム機が産声を上げることになる。後世に残る名機たちが次々登場する1977年はまた次回お伝えすることにしよう。